去年も同じよようなな話したんですよしたなしたんす去,去年はなんか結局なんか地元のうまいもんみたいなある、うん、さん大阪俺新潟だから新潟のご当地の何かうまいもんとかある、うん、は大阪の何かみたいな感じを返すって言ってたんですよ。悪くないよな。悪くな,悪くない。でも悪くないなと思ったけど、うん、1>, まあ1年あけて去年が行ったことを考えてみたけどちょっとふわっとしてんな。 そんな新潟のうまいもんってどれよそのどれを選ぶかがセンスなわけだってさ<ー>大阪にもいっぱいいろいろあるじゃんそのちょっとキー枠組みにして逃げてたそうでしょえそりゃ<ー>新潟のいいやつとかったらそのい, <laughs> いいやつってどれよって話じゃんそいマジかなりずるいよ <laughs> そうか本当にあの プレゼントのセンスがいい悪いではなくってそののの人間の根本のセンスっていう計られ方なんかホワイトデーのお返しのホワイトデーのセンスがないからこの人にまあ歌詞にはセンスがないメロディーおい,おい,おい,おい音楽にセンスがない立ち振る舞いにセンスがない,い言葉にセンスがない。 全部ラジオにセンスがない音楽にセンスがないって思われちゃうよその周りから人が離れていくそれまでを期待していたのになんかホワイトデーでこれ返すって見たら全員離れていくよでもカの勝ちだ、ね、松永はさ、うん、俺と付き合い長いから気づいてたと思うけどさ、うん、俺今までこの年までずっとさ、うんうん、センスから逃げてきた生き方なんよ <laughs> <laughs> <ー>そこに向き合わないというやつをもういい加減やめないとと俺は思ってたよこの年齢で そうだなじゃ本当にあの俺らなんかもう一つじゃん俺あのクリーピーナスでもう一つじゃんもう一つクリーピーナスあのもう一つなのよ何が足りないのかって言ったら今まで逃げてきたセンスなのよセもう俺らこの年 いやでもいい機会かもよもうすぐもう29ね28292030のこの年俺らがもう30ですもう平成生まれだった俺らがもう30もうセンスから逃げんの通用せえへんせえほんとにもう真正面からもう目の前にセンスは来てんのにな見て見ぬふりしてるのも恥ずかしいよどういでいやあのお前から言っていいよでないいや全然お前からでもいいいや全然いやあのいや全然あの俺俺後輩

思うじゃん昔の考え方だと俺この会社からもう新世代だからその中全然後輩に髪を触わせるタイプだからでなってるやん今今それが今それが新時代の先輩後輩の接し方を思ってるところさらに新しいので一周回っていや先輩は立てた方がいいよっていうとこに今俺は行き着いてんねんけどなるほどななるほどなうんなんかオッケーあの描こうか描いてこうあの描いてこう描いてこうあの もうなんか今のやりとりでも逃げさせたんかあのこのやりとりでオープニング終わんねえからそういがあるからなるほどねなるほどねなるほどねなんだろうなじゃあ後出しできへんように一緒に書いて一斉の出で見せるかちょっと怖いやそは、ちょっと待ってちょっと待って帰れないのじゃ脳みそで書くちゃだめ物理的に桃も書こうここも逃げずにこうえじゃそれで一斉の出ボンなの

あ今ね金子さんからスタバカードっていうの入りましたけど今回これ金券とかスタバカードはなしで進めさせていただきますなんだよあれマス嬉しいそれはだって逃げ中の逃げやから誰でも嬉しいやちょっとホワイトでじゃなくてち待って俺せっかく今アマゾンカードがたまにああいいダメですごめんなさい禁止ですちょっとやあ待のちょ今回それは禁止ななのスタバカード金券とかなんよ誰でもそんな嬉しいや じゃじゃ食べない、ちょっと食べない系入れる食べ…ちょっと俺こ、怖 <laughs> いんだけど、俺今、<laughs> 俺今プルプル震えてるんだけど、ちょっと食べない系どうすい系食べない系は外したが食べない系多いじゃん。食べるやつ、<ー>え飲むやつ食べるやつですね。どうで、ホワイトデーってその何,パー何パーセントが食べるやつにしてんのその全国民の、そのなんかあの日本の男性の何パーセントが食べるやつにしてんの食べないしてるやつにしてんの何パーセント松永、えフリースタイルや。即興や。行こうか。行こうか。<laughs> <laughs> だからまあジャンル縛りはなしですねジャンル縛りなしねあのえちょっと待ってねうんうんうんなるほどねはいはいはいちょっともう桁開くなお前マジでお前なお前えっマジでタチウオやろうじゃそれいやいやクソ感にクソ感にいくワクフェイク MC で俺はいつも即興即興即興 おい速攻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 で速攻速攻のネタ帳じゃんじゃ今のネタ帳のちょっとこのやり取り時間かかりすぎやなっていう意味でもあなるほどそう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 はいはいえっとどうしようかなえなるほどそうなんだうんあこれでもちょっと今俺の思い描いてんのがもし外れてたらはずいからうん るけなるほどね、その、何段なんだろうな、その、甘いとか、ちょいちょい、甘いとかしょっぱいとか、いや、その、<laughs> あれだよな、その、食べ物じゃないか、<laughs> その、いやいやいや、その後、あと、

え、何がえ、何、何となるんだ何となるんこれ、あるか、あるもんかがちょっと分かれなん。え、何、何、何、作っ、来 <laughs> から作ろうとしてんの何よれか発、<laughs> 発明しようとしたんのすごいな。だとしたら、いや、喜ぶやろ。喜ぶなんか、あれだな。<laughs> なんか、自分がエピソードを話せるやつを。<laughs> <laughs> <laughs> あの書いたのそれだけだろそれもらった側の気持ちだじゃなくてなんか自分が上げながらなんかエピソードでなんかしゃべって間を埋めれるやつ <laughs> <laughs> それだけだよ <laughs> よし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 い、えー、よし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 よもよし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 よンと出したから高校,高校はい高校1校へ DJ 松永、はい、かませこいデン何レコードプレイヤーレコードプレイヤーどうレコードプレイヤーいやあのー 俺の、おすすめのレコードを添えてきし、うん、どういや、でも…ど,どう

ラップの DVD じゃないだけマシやんお前レコードプレイゴリゴリ自分の土俵のうちのうちに引きずり込んでお前や。商売道具ウォってやつ来てるよ。ちゃんとリスニング用のやつだ。俺の DJ 用のやつじゃなくてリスニング用のやつだから重くならない感じのやつしかもなんか世界チャンピオンのレコードプレイってうしくない。気持ちは重くないけど質量が重いね。レコードプレイはまずでっかいし。 で、何のレコードそれ。お前今1個逃げたな。何のレコード添えてか言ってないよな。おすすめのレコード添えてて、ぼやかしたな。ぼやかした。えいよ、水飲んで。全然焦ってんねや何のレコード選ぶか。別に焦ってないよ。いや、これ俺、これ松永俺、すごいなって思ってた。今誤解あるわ。焦ってないから。誤解あるわ。今誤解になる。今誤解あるわ。その、なんかあの、勘違いしたてお互いクリプラッこれからやってきた。なるほどな。俺は今、誤解はそこのとこかわした。ごめん、誤解してた。これ松永さんすごいとこって。 1>, 1回レコードプレーヤーにおすすめのレコードってぼやかして 2>,、うん、だか2段階センスで見せてくれるんですよね次のやっぱレコード何選ぶかをまだ言ってない伏せてるってとこが俺はやっぱさすがやなって何のレコード,、ね、コードを添えるんやろって今 <laughs> みんな気になってるけど、えー、世界一取ったやつ。 こんな俺動機激しかったレコードちょっと待ってねレコードああレコードうんそうだねへえあなるほどねえっとあのすごいあのえっとあれあれするあれんするわ B ボイズムにする B ボイズムにするライムスターの B ボイズムにする B ボイズム ?B ボイズムにするんかそのこういう気持ちで俺やってるからみたいな名曲ですけどね名曲にしようかな てくるのって、そうそのライムスターすごいよねかっこいいからねかなりすごいなんかめちゃくちゃかっこいい。これドロジエや。ひどすぎる。お互い、お互い。戦い、ひい戦いだ。マネー見る。よろしい。よろしい。よああすね。同じレベルではあったね。 確かにあのセンスいいかどうか分からんけど似たようなレベルのセンスやということはんかこういうのじゃなくてお互いにいいねっていう言い合う試合がしたかったね。 これいいじゃんみたいな。あ、それ、お前いいとこついてる、みたいなを言い合うのが大人のラジオ。大人ラジオ。そう、そうじゃなそれが三十とかのラジオや。そうね、そのラジオ、そうそうそいい。それ、俺も友達に勧めたなるわ。ってお互い言い合うのが大人のラジオ。そう、そうだよね。本当に、カルトラジオにな。ってひどいわ、ひどいわ。来年は、うん。しっかりね。来年成長見ててくれ。それはもう任せて。 なんか自分で書いた文字やけど改めて読んで青ざめてきたのありえへんななんか中心の自分に分かる自分のタクが主演してたやつ DVD 発売されてるかどうかも分からず分かんないなしかも俺の b ボーイズムってすごい反応が難しいしなさやなさやな難しいなんかこれはこれはねあの改めますじゃあヒップホップニュースまいりましょう恥ずかしいエミネムはうん 8時間労働を徹底していますえーま、まじでこれは働き方改革ですねほんまやな、NN も8時間なんでどうやらえー、ちゃんと毎日、午前9時にスタジオ入りし、うん、昼に1時間休憩を取りえ17時になると帰るこう、収録がね、レコーディングはどんなにノリノリになろうとここはもう厳守。えーなず厳守らしいですねまじ えー、スタジオにいるのは好きだけど、うん、この本当の仕事のような扱いはしたくないそうでって、はい、ストレスにもしたくないしこう必要以上にやりたくもない、うん、そもそも家族娘との時間が欲しい、えー、とエミネムは言ってるそうですよこれででもこれ確かに、うん、あ今思い出したけどこれあれや。うん、エイコンかかなんかが、うん これをインタビューで言ったエイコンがエミネムと一緒に仕事した時にエミネムがこんな働き方やったみたいなんで確かインタビューしたいじゃあ s k の昔から昔、エイコンとエミネムやったのだいぶ昔やから10年以上前から10年以上前からエミネムこの働き方ででもでもさまあちょっとあれやけど本来このアーティストの仕事ってさやっぱ時間無制限やと勝手に俺思っちゃってるとこ そうだね<で>まあなんかやっぱりこの趣味とさ仕事の境界線が今、うん、なかなかないじゃないですか、うん、この俺らの仕事ってだからなんかこう切り替えというかなかなかできないよねだからどこでやめて切り上げたりとかごいと思うのがその収録がどんなノリノリになってても、うん 時時ににななっったたららもう帰るすごいよね俺らのレコーディングだったらありえないでむしろノリノリなるまでを探してノリノリになってきたらよっしゃゴール見えたでこのノリのまま行ききっちゃおうってやんのがアーティスト的なのかなと俺思ってたけどすごいねやめんねやねこんなでやめて帰んねやねっきりしてんだすげえんか仕事以外の時間をね家族むしろ大切に設けてるってことだよねでエミネムって俺何回かこの番組でも言ってるけど年々 こ,こをラップの書く部分、うん、バースっていうのが長くなっていってるんだね、うん、年を追うごとに、うん、で、年々起こってんの、うん、いろんな出来事が、うんね、年々世間に言いたいことが増えて、うん、ラップ長くなってるエミネムやけど働き方は違うんだっていう。 だって、ね、エミネムのラップとか聞いてたり、うん、この長いバースでどんどんラップするごとにラップが速くなっていくみたいなエミネムのラップって、うん、俺勝手に想像で、うん、いやこんなんのりに乗ってきたところを止めずにさらにそののり増幅させて書いてないとできへんって俺勝手に思ってたけどそういうタイプに聞こえちゃうよね曲もそうそうそうまだ没頭型もう飯食うことも忘れて、ね、ラップぶわって書いてもうラップ取ってもう気ぃついたら1日経ってて俺今日何も食ってないやが、うん、エミネムっぽいなと思ってたけど。 じゃそうじゃななないと <laughs> あの文字数れへんしかも、ね、ストレスにしたくない必要以上やりたくないって言ってるけど <laughs> エミデム全部そのストレスをそのまま作品にしてるし確かになえたら今必要以上にラップしてるよな、ね、<laughs> エミデムって <laughs> 必要以上に <laughs> 作品としては必要以上にラップしてる作品になっちゃってるみたいな今一番ブチギれてる。<laughs> <laughs> 今一番思うことがあるって何年取るとだいたいいろいろ許しに来ちゃうのよ普通はねえってことはやねんけどほら見て聞いてる今のこれかかってるラップゴッド必要いよそこきりいいとこでやめてんだよそこがきりいいねこのラこれさあのまだ続いてもまだやめんどこでスタジオはスタジオは17時で変えるけどな終われこれさ昼間に書いてるとしたらいかれてる これ夜中のテンションだよ、これ。しかもこれ、あの、早いだけじゃなく、感情も乗ってて、ブチギレやから、これね、9時に来て、1時間休んで、17時に帰るってのが、ほんまやとしたら、エミネムスタジオ入りしてます。で、曲書いてる。で、乗ってきた。えできキデキデできめっちゃ切れながら早口でやってるけど、17時になった瞬間に、ねえねえ、俺はなんとか俺のこと舐めたら全員ぶち殺して、17時になった瞬間、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日よかったね。また、じゃあ、明日、明日、明日また9時か。じゃあ、お疲れっす。ありがとうございました。 あしゃあしゃそれまでスタジオ一緒にいたエンジニアとか,か全員えっエミムさん帰ったけどあの人めっちゃキレてたよなさっきまでなんかめっちゃ笑顔とか言っていたけど <laughs> めっちゃキレてたよま,また明日お世話したありがとうございました めちゃで次の日来て次の日エンジニアの人とか準備してたエミネムが9時になったら「あずかです」「あずかです」「昨日もよかったっすねじゃあ今日続きからいきましょうか」「ああそうそうそういえば俺あのこれちょっとまあみんないつも頑張ってくれてるからちょっと差し入れでまあパンケーキ的なこれみんなで食ってや」「全然気ぃつかんでええそんなん気ぃかんでかみんな食ってこれうまいね俺も娘のヘイリーに勧められてさこれめちゃくちゃうまいから食ってや」「まあじゃあちょっとまあ軽くレコーディングやけどスタジオ入るとこ行くか」 はい、はい、お願いします。はい、じゃあ皆さん行きまーす。はい。 俺のこと舐めてるやつ全部殺すかほんだ俺の作品え去年の作品舐めたやつおったなお前の評論家全員腹渡れえぐり出して殺すおマシンガンケリー俺の娘ちょっかくぶち殺すからなエミネムさんさっきまでパンケーキくれたんだえみネムさんめっちゃキレてるこれ食べていいですかあははは本当本当食べていいですかむちゃくちゃめちゃくちゃ怖いでジューシーなってありがとうございましたあいっしゃーさっき今日ありがとうございましためっちゃキレてたわむちゃくちゃ怖いちょっとちょっと <laughs> 怖いね。<laughs> ブチギレのオンオフできるってことはない。めちゃくちゃ怖い。いや、これはプロやわ。<ロ>これはプロやわ。こんなあんなラップ、だって聞いてる側のリスナーの俺らは完全にもう憑依して、うん、ノリに乗って没頭してって思ってんのを。 おんごふでそれを出せてるわけやから、そう思わせてるわけやから。めちゃくちゃすごいのよ。どうよ、この深夜三時で、ブラぶらって喋ってる感じ。どう思うの。恥ずかしい、恥ずかしい、切り替えに、くそもあったもんだな、本当に。なんなの、ふえとで、お前は。お前、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 お三時、三時から。三時、夜中から三時。からお前、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 お前。今年三十。恥ずかしい。恥ずかしい。 しかも全部必要のない内容。何の意味もない。あの、俺らも前進してるし、あの、聞いてる人も停滞してまま。あの、何も世の中が何も変化がない。これ喋った後の世の中。それを1時ぐらいに入って2時間かけてやっと感情高ぶらずに、3時からはい、用意タートでお前、はぁ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 、は そうよやりたいわけでは俺らもくじこちで成立するならそれが9:5で成立するんだけどエミネム俺らこれやらんとくていかれへんのあの単価が安いのエミネム確かにエミネム確かにエミネム確かに全然そのねぐらい働いててもう一発仕事パンでやったら何十億やけど俺らはやっぱ細かくずっとノンストップ働き続けないとそうなんですよそうなんですようんエミネムそうだね お金でもエミネムよかったら金持ちだよねむちゃくちゃ金持ちむちゃでも確かにそうかむちゃむちゃ金持ちだってことを考えるとさよかったら9時5時で働く必要もないような気がしてきたなああ逆や逆だあお前逆エミネムいやエミネムぐらいやからこそその適当に夜中始めたりとかその仕事一発だけでとか全く働かんでもいいわけいいよねだかめちゃめちゃお金持ちでよく考えたそうだよエミネムなんか 10年に1枚アルバム出したとしてもみんな聞くやん。うん、やのに、ね、あ,あ、ほんまや、エミネム、この記事言うと、毎日午前9時にスタジオにして、<わ> <laughs> 昼に1時間休憩取って、っっ17時になると帰るを、<laughs> エミネム毎日やってんねんな。んすごい、あ、あ、すごい立派に働いてらっしゃる。むちゃ、え、ってく、そりゃあ、あ、そうや。で、うん 確かにエミネムのキャリアになって金持って5年に1枚3年に1枚のアルバム10年に1回ぐらいのアルバムとかやったら確かに言うことたまるけど確かに言うことたまるとかもしかしたらなくなって怒りがなくなっていくけどラップもより短くというかスマートになっていくけど確かにエミネムの今の金持っててこんだけみんなが知ってて有名な状態で。 金持っててて朝時時かららまで働いてたらラップ長なるよそ毎日や毎日スタジオ入って毎日9時から5時までノンストップでラップ書いてノンストップでラップ取ってんねやからそりゃどんだけ途中でノリノリになって帰ろうともラップは長なっていくし言うこともそうかそうやなむちゃくちゃだ,、ね、だってそもそもエミネムなんか働かんでいい。 稼いでるでしょ、特訓の部会。余裕で稼いでる。もう悠々自的でしょ。それを毎日くじくじでやってたる。すごいね、なんか。なん、なんなの、その、なんかブラック企業で働いてるのかな。何、ブラックレーブルで働いてるのかな。ブラックレ、いや、え、もしかして、エミネムがブチ切れてるのって、その世間とかじゃなくて。事務所。事務所。事務所か。本当に。そんな働かせられ。馬車馬のようにね。こんだけ、ラップゴットよ。ラップゴット、あんな大金持ちのラップの神様、エミネムが。 毎朝9時から17時までラップしてんねん。うん、働いてんねん。うんうん、じゃあ俺らもっと働かなくて。うん、もう嫌や嫌 <laughs> や寝させてくれよ <laughs> いや,でもやだってきてないってやだラップごっとそんな働いてんねんったら、まだ ただの一一回の日本のラップ小僧と DJ 小僧はもっと働かなあかんってこと？もうやだよ。ゴッと働かせ。ゴッド休んでください。ちょっとお供えするんで神様。となあの残業してる先輩ダリーよな。ダリーダリー。帰れるでから。努力しないでください。もういい。もういいよ。ないない。まあもう働くから。それでは今週も始めていきましょう。クリーピーナッツのオールナイトリポンゼロ。 改めましてこんばんは c r e e p y n ツ t s の RC です DJ 松永ですこの時間は我々 c r e e p y n ツ t s がお送りしてまいりますはい今頃なて日本0をお送りしていますラジオネームあるある、はい、先ほど話題になっていた「中心蔵」の打ち入りですが打ち、はい、入りの日は、はい、12月14日ですえっ 3月14日は、うん、朝野長典が背後からキラコー水の先生の介護に切りかかった日ですきっかけの日やあとこの3月14日っていうのも、はい、あくまで旧暦であって <laughs> <laughs> 今の暦にすると4月21日です <laughs> よってホワイトデーに中心グラネタを使うことは不可能です残念かかじゃあだからきっかけあじゃ きっかけの日やな中心ぐらい打ち入りしたきっかけの日で俺もこの DVD ごめんなさい正直女の子喜ぶとかまあくれるってことは本命の子と考えていいじゃないですかだからきっかけにこの DVD をきっかけにその DVD やから「一緒に見ようぜ」ができるわけですよえ何そんなんあったんやでしかも木村拓哉主演ってなんか珍しくないみたいななんか俺んちもしよかったら見ようやみたいな感じのきっかけ作りでもあるから3月14日のきっかけで俺 らのきっかけにもなって、あ、これから、後に。最初に、うちいる。俺、やっぱ、その、まだ、これ、ちょ、ほんまに、あの、俺、やることしか考え。俺、最悪。最悪。お前、最悪だな。最悪だな。最悪だな。なるほど。いや、なるほどな。俺、全然、そんな、俺、全くそういうのじゃなかったな。は。全然、そんなやるとかじゃない。下心なかった。いや、下心じゃない。 何いや、た、もう、ただ、その、レコードを、その、一緒に聴いて、その、なんか、あの、一緒にお前、家呼んでるよ。お前は、もう、だったな家呼んでる、一緒に聴いてて、お前。俺んちの、あの、いい感じのオーディオ環境お前も、こいつも、ちょっと。一回、二人で、伊勢に行って勉強しようか。 そっからその百貨店や百貨店から考えろそのお互い全然百貨店百貨店百貨店でいいやん百貨店にしようよしか気をつけようほに気をつけよラジオネームニルソンはい自分の好み全開の DVD ボックスとどでか CD あげようとするやつが「金券なし」とか生意気あんなチンポ食べるぞ 怖っ食べられんの確かになそれやっぱ確かにこんなやつらは食べられてしかるべきや俺も松田さんも家呼ぼうとしてたンポでしかもの考えてないのやつは一発チンポ食べてもらって雑念捨てるからそうだなそうな強制パイプカットだな強制パイプカットだないやいやんかやめよう反省やなだからんか DVD とかもさそのんか R が好きなだけじゃん 俺もさ自分の好み押しつけてきついなんか寄り添う人の気持ちが考えてないなだって人にあげるのにねうわうわ最悪恥ずかしいですねよくないねお前やなうんちょっと見せたこれ聞いてビックビックしてるリスナーもると思うよ俺らと同レベルのセンスのやつは今俺らが 俺と松永がお前らの分かぶって白日元もとにさらされた曲を出すセンスを今リスナーもその「良、うん、かった俺」じゃなくてみたいな「違<う><や>違う違う俺らはお前らです」。 だお前らも伊勢丹行って確認しろマジでお前らも一緒ぐらいなんか俺らも聞いてるとか多分行け百貨店行ったら多分大体分かるから基準とかが黙って伊勢丹相場はこれみたいなの分かるから聞こうちゃんと丸いとか丸いとかうん東急百貨店とか行ってちゃんと学ぼう駅にあるから学びましょうはいねまあでもほんまにあれっすよ急にね話変わりますけども俺らあのこの間というかおとといか 記者会見やったじゃないですか。オールナトゼロね。新パーソナリティの記者会見でそれがミクチャでも中継されてそれがあったじゃないですかでそれを昨日やってきてで俺らほんまにねありがたいことにまあまあ 年目やらして改編突破行くぜヒップホッパーつってねイベントもやってなかサンプラザでやって無事改編突破ですよでどうも春さんあのジブラさんに出てもらったわけだけれどもジブラさんにそういうあの連絡とか報告とかはじゃああとでやるこれやったなそれはジブラさん今日帰りかな帰り

新パーソナリティ発表の時は俺らその楽屋がね日本放送のその外じゃ受付のそう横あれじゃなんかみんなは地下のイマジンスタジオでやってるんだけどイマジンスタジオの真横とかの横の楽屋用意してもらったるんだけど俺らだけ日本放送の受付の横にある謎の楽屋関係者以外が立ち入れる時のエリアに俺らの楽屋があったんですよ。 ずに入れる謎の去年はね、去年はね。で、フジロックで言うとうルーキー屋あのチケット入らずに入れるところ、無料で入っなくても入れるところね。新人のステージなで、やったから今年どうなんかなみたいな、今年入ったら、あの、7階、7階にね、ちゃんと会議室をやってもらってて、あ良よかったと。まあでも俺はちょっと遠いなと思ったけどね。 めちゃくちゃ降りてめちゃくちゃ降りて、めちゃめちゃ降りていったら、<や>あの、粗品さんが真横のスタジオから出てきて。えと思って。イマジンの横の楽屋から粗品さん出てきたと思って。俺ら、俺ら3年よ。いやい,やいや一番生まれ、<や>えと思って、どうと思って。粗品さんはすぐ近く。俺らは、そ,その、そうそうそう,そうタレ。タレントランク的にことだね。いい 言葉にせんかったけど、そう俺らはやっと中に入れてもらったやっと関係者として扱ってもらったでで7階でいろいろね準備打ち合わせとか終わって実際下降りるとイマジンスタジオのすぐ横に待機してるわけじゃないですかそしたら俺も前々日か前日ぐらいにその新パーソナリティあが誰になるかみたいなのをちょっと聞いたんでそれで続々みんな横に待機してるわけですあ ね、それこそ月曜日とかうんで水曜日とかう、はい、んでそのままましたそのままって感じでこうみんな待機してこれ、はい、から始まるかっていうところで、はい、あのその。 記者会会見の司を吉田久範アナウンサーがやってくれてたんですけどその吉田さんが集まってる記者の人たちにまあ前接的なことをしてくれてるわけですありがたいことにね。で皆さんこの今から新パーソナリティが出てきますけど出てきた時になるべく大きく拍手してもらうとか何かこう。 パーソナリティが言ったら大きく反応してもらうとかをしてくれた方があのパーソナリティの皆さんもお話ししやすいと思いますのでそこら辺のお気遣いよろしくお願いします丁寧に吉田さんのその話をしてる吉田さんの話にも反応しない記者たち衝撃だよその話反応してくださいよっていう話に反応がないどういうことこれ誰誰の言葉が届くんだろうこれ俺もずっとなんで来たんじゃ <laughs> ね、じゃあ、ね、なんで来たん<い>記者の人たち。まあね、そのままそこの枠があるから、行ってこいと言われたかもしれへんけど、には行動作業や。吉田さんがじゃあ反応してくださいね、拍手とかしてくださいねって言われたら、なんか、なんか、あーとか、ちょっと拍手してみるとかやってくれないと。と 俺たちでこの記者会見というのを作り上げるものやんって思ってたけどまあまあまあそっかまあまあ反応しづらいかと思ってんで吉田さんが頑張ってやってくれてさすが吉田さんやなと温めてくれてありがとうございますで吉田さんが一人一人ねじゃあ月曜日じゃ早速紹介していきます月曜日はこの方ですってファーストサマーウイカさん出て行ってんでカシャ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 カカ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  てよふかしの歌が流れて俺らが出ていくでまあカシャカシャあれファースト様ういさんよりカシャの数少ないなと思ったけど去年もそうやったからそりゃ去年もそうやったからカシャの数少ないなそんな望まない分かってますで、水曜日も去年に引き続き 佐久間さん佐久間さんですって言われて佐久間さん出ていったでそのままカシャカシャカシャまあまあまあ佐久間さんもそれは当然そうですよもう今もう今スターですからスターですからそれは多いよなで次木曜日水溜りボンドさんですってなってるもうカシャ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 すごいそりゃすごいそりゃそうよそのやっぱ水溜りボンドさんも大人で金曜日もえ 去年引き続き続霜降あのせいやさんがちょっと仕事でね,事でねドラマ、うん、が入っててこれなかったから、うん、粗品さん出てそれもカシャ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 っつって、うん、やっぱまあ分かってたことやけど改めて言葉にすることでもないんですけど、うん、やっぱクリピナズがダントツでカシャの数、うん、うんあとやっぱカシャの音のでかさなんてないと思うんやけど。うん カメラによって音変わるとか押し方によって音変わるとかはさすがに機械がないと思うけど、うん、なんか心持ち「かし、うん、の大きさ「うん、数、ず」なんかしゃ」うん、っていう音の「うん 厚み音厚なんか薄いな。そう。うん。なんか俺らの時だけど、俺なんか耳がこもっちゃった。あ、そうそう。俺もなんか、あれ飛行機乗ったから。そう耳抜きしないとってぐらい、クリピーナッツのところがボコンって音がへこんだのは気になったけども、まあまあまあ、そうやろな。そこで一時で落ち込まないから。で、もう、よう考えたら、よう考えたら、まあ3年目やから、それそれそんな。 フレッシュさとかはないからやっぱフレッシュさある人で今今も大人気の人たちそれはみんな記者を求めてるわけですよでまあ一人一人こうお話振られて吉田さんが振ってくれてどんな意気込みですかっていうのを語っていくわけですよでこうファーストサマーウイカさんとかもいろいろこうんか楽しくね話してくれてでやっぱ。 すごいですね粗品さんとかもめちゃくちゃおもろかったじゃないですかもうすごいプロ<そ>うですなそうこういう時で俺もクリーピーナッツはほんまに何かあ,<ー>あの特にねその番別に聞いたことも言えずほんまにまともにね、うん、俺らがどうしていきたいかみたいな話してたんですけども粗品さんとかやっぱさすがもうめちゃめちゃおもろかったん、ね、み,みんなこうお各々、ね、の,のの話をして、うん、で聞いててでそこでやっぱ俺、うん 根っ,、ね、っからそうなんやなと後であ,<ー>あの、はい、写真見て思ったんですけどはい、はい、その集合写真とか会見の途中とか、うん、俺ね松永さんにビッ くっついてこやいやいや気持ち悪っいやいやいや一っ前に引いてるけど別に俺も松本さんに近づきたくはないよ別にでもでも俺の右横にファーストサマーウイカさんがいたわけですよで俺のね三四郎オールナイトのそのねスペシャルウィーク出た時のカホさんを前にしての俺のあの感じで多分俺ほんまにねあの 無意識にやっぱりファーストサマーウイカさんに何か失礼があってはいけない、うん、そのぶつかってしまう、ねはいはい、その体が触れてしまった不快感とかはい、はい、そのまあ大衆とかね、はい、その口臭とかでわって思われたりしたくないっていうことから俺は多分細心の注意を払って、うん、<laughs> ファーストサマーウイカさんと距離を取ったら横におる相方の松永がビタリとくっつく形になってしまっうでそんな調子でこうずっと会見進んでいって最後に。 みんなの質問タイム。あ、質疑応答タイムあったね。あったじゃないですか。一人。記者からのね。記者からこう質問投げかけられて、番組どうしていきたいですか。で、あの、当然ね、あの。一人一人質問していくわけ、で、あの、その前の、どうですかってお気持ちは全員順番に聞いていくんですよ。で、その聞いていく時も、やっぱ当然ね、その。あの、あれ、みたいな、その。 あ水溜りボンドの時とかファーストサマーウイカさんの時とか粗品さんの時とか身乗り出して写真撮ってた記者の人が座ってはるなーみたいなのを俺は見ながら思ってたんですけどでも最後一人一人質問やからもう,もうそれはちゃんとスポット当たるかなと思って、うん、で、えー、ファーストサマーウイカさんどうですか、うん、みたいなんでこう答えるで「水溜りボンドさんどうですか?」答える「うん、佐久間さんどうですか答える」うん、で粗品さんどうですか答える,、うん、答えるってなって。うん じゃあ、もう一周、じゃあ、誰かありますかまあ、順番的に最後、俺らかなと思ったら、はい、あ、じゃあ、あの、粗品さん、あの、R1 が行われたと思うんですけど、俺、二周目行ったよ、粗品さんってなって、で、まあ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 、そりゃ粗品さん。で、次にこう質問来たら、あの、水溜りボンドさん、ユーチューバーとして初めてだと思うんですが、あれあれあれ、と、こしで、俺は、 絶対顔に出さんとこうと思ったら、その、いやらしいじゃないですか。俺らに質問せんの回みたいなのも偉そううだね。出さんとこうと思ったけど、なんか、だから俺も松永さんにも出すなよと思ってたけど、横見たら松永さんが笑いそうな顔にな笑うな、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 そういうもんやから、自分が記者の立場になって考えてみ、自分が記者で記者会見行って、なんか記事出すときに、見出しに、水たまりボンド、何々、ね、ファースト様ーウイカ、何々、で、佐久間信幸、何々、で、粗品、何々を語る。 それ引きあるやん。クリーピーナッツ何何誰誰いやいや、しょうがない。しょうがないね。見出しの意味がなくなるな。しょうがないと思いながら、もうずっと、俺、でも松田さんも笑ってるから、俺も、笑うな、笑うなと思いながら、俺もニヤニヤしてるで、もう最後、もう時間が迫ってきて、もうまあ、一回も質問されんまま、どんどん他の人だけが質問されていって、で、あの、ピタースイートサンバが流れたんですよね。あれあれこれもう退場退場しないといけないですかで、吉田さんが、 あ、さあ、そろそろお別れの時間になってきましたが、がえー、最後にご質問ある方、みたいなところで、もうさすがに、うん、あの、俺も松永も、うん、なんか多分耐えきれずなんかニヤニヤしてたら、うん、その、 はいって手挙げた人じゃあ、あ,じゃあ,そこのあなたって言われて手あ当てられた人が、うん、あお笑いナタリーのものなんですけどもあのー、最後に声だけ聞きたいんでクリーピーナッツのお二人なんかリスナーにメッセージとか,か <laughs> 質問じゃない, <laughs> ない質問じゃないお情けの,なあのお笑いナタリーお前は関係ないよく考えたらもう <laughs> ねえそれは音楽ナタリー <laughs> 音楽ナタリー来てたかないかな、まあ、でももう取ってつけたような質問。質問本当に 俺らそのさ、おられないですって言ったけどもうありがとうございますって言ったじゃん。うん、横で佐久間さんも、ありがとうございます。<laughs> 佐久間さんも腰を折って、<laughs> 佐久間さんもだから、佐久間さんも君。<laughs> にしててくれこのクリピーナッツ質問されてないなかわいそうだなって佐久間さんも横で思っててくれてずっと横でニヤニヤしたんですって笑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 って恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいと思って恥ずかしいね本当にそうではまあ結果ねそれでリスナーにメッセージって言われたんですけどまあまあまあ頑張りますとそことしもよろしくお願いしますとだけお情けで言わせてもらってね無事会見はね終了終了しましたよ本当に いや会見というれないねなれないですねああいうところでなんかそうそうできへんのあそこで面白いこと言う人っ本当すごいだからマジすごいとこっしなさんとかさ気にせずゲラゲラ笑ってもとももろすぎてでもさくまさんもすごくいやすごいのよそこさくまさんもまとまったおもろい話をポンと短い尺でやるんですよねね本当にいやねあそこなんかぼちぼちさああいう やっぱりちゃんと喋るようにならないとダメだなとか思った俺。本当にもう次やったらもう歌い出そう俺ら。せやな。うん、<laughs> 次は、うん、記者からお題もらうわ。俺ターンテーブを持ってくわ。<laughs> 申し訳ないけどね。申し訳ないけど。 お、用意しんの上級に記者会見が吹き受得意文やでしょ得意文やでしょだってあっち喋りのプロお前お前お前こっちはさ、音楽で頼まなさ、公平だよな全力でフリースタイルしよそう、本当に全力でスクラッチしよスタジオ入ろうなスタジオ入ろうなノアいこオールナイトニッポンゼロお送りしていますはいでは、ここでクリーピーナッツからのお知らせですお知らせがとき…お知らせが特にないですね お知らせは特にないのよ特にない特にないけど <laughs> 今一生懸命そのお知らせ うう種を作ってるでいいんすかそ最近我々スタジオによく入ってるそうということはお知らせするためにすごく頑張っていることはそれにもやっぱりあと何にせよやっぱ Twitter もやってる特に Twitter もやってるそうそうクリピナ p のオフシャルアカウントと DJ 松永の個人のアカウントも両方そうやってるやってるやってるラジオネーム刷新に c r ツさん。はい。あの記者会。 ですが、うん、お笑いナタリーから書き込みで話しかけられたことよりも、うん、粗品さんに。 野田クリスタルさんが優勝しましたが自分の立場が危ぶまれると思いますかと意味不明な質問した記者の人が一番いかつなかったあいついかつかったな俺結構記者さんのカメラのノリとかキニナとかずっと見てたんで後ろの方でしかめっ面してる人もおるとかぶち切れてるやんみたいな感じの人もおったんやけどその人の横であの人ね虎視眈々と伺ってたで虎視眈々と狙っててじゃあ何かありますかばって手挙げて粗品屋さんに質問するときにもうね それで腹決めた顔してたよねたれ<で>そういえば改変といえばみたいな感じで r 1の話しだして<ー>でその野田さんが、あのー「オールナイト」自分の立場を見たことを言い出した時に俺も多分その見てた人も「そんなわけないやん」何を無理やりそのお笑いのねその賞ーレースに何か一言言わそうとしてんねんと思ったんやけどやっぱ粗品さんさすがでそこでやっぱ記者さんが集まってね、うん、こういう感じの記者会見と無観客のあの r 1の感じでまあ環境は似て てるんでそこであんなけおもろい感じにしてアルマンすごいですね見たことを言っています,すごいよね完璧だったよねすげえこの人すごいあれあそこで繋げるの無理だよ、ね、あれ無理やな、まあ、あれもう百アルの話するだけになっちゃうあれ百パーだから<れ>いや関係ないやんでバッサリ切ってしまっても全然罪じゃないそれもなんか面白くででもそこはちゃんとね勝、ね、ちの気持ちも取ってアルワンの話もして、ね、で今回の俺のやつた話もしてでまああのもし危ぶまれるっていうんだったらもう多分コンビニの人とかじゃない ないですかね、みたいなとこ着地して、えぐっと思って。すごい。ね。で、実際記事なさすとらえ。すごいな。すごいよね。本当に。そういう質問を来ても、俺らうまくさばけないし。記事にもならんし。素晴らしい。すごいですね。すごいです。ただ、ただ、勧告しましたね。うん。あ、凄い。そうですね。うん。 まあ、でもね、来年はちょっとまあ、まあそもそも来年も会見突破できるように頑張らないと頑張って、で、もしできたら記者会見とかも、そういうとこも、ちゃんと逃げずね逃げず、そうだねセンスからも逃げず、そうだね質問からも逃げずにちゃん正面からねやっていけるとな俺らの実力不足がさ、露呈してるだけだからこれで最近は恥ずかしいな良くないよ頑張ろう頑張ろうそうだなうん だから、うん、お題もらったりとか、あ、うん、か、ちゃんと<嘘>、ちゃんとその、あの、ライブとかでいいよ。 記者会見なんてさ出る人生になると思わなかったんそんな想定して生きてないから分かんないよあれだって粗品さんやっぱりさ去年より今年のほうが結局だったもんやっぱり1年やって磨かれるんだよやっぱり進んできてねえし俺らあんまり進歩なかったもんにすごいいやすごいよね頑張りるのはあけません当えということでクリピーナッツのオールナイトポンゼロここで一部地域の方とお別れとなってしまいます1時間付き合っていただきありがとうございましたそしてこの も聞ける方はお付き合いくださいはいではこれ一曲聞いてください、はい、クリーピーナッツでトレンチコートマフィアリスナーからねあのー、質問が届いてますラジオネームリオナなった利用になタッチある、はい、さん、はい、月刊マザファーカーの中指たておです <laughs> 誰やこの記者 <laughs> <い>空を支える大巨人、うん、アトラスについて一言お願いします <laughs> はい,はい、はい,はい、は、えー、なんで月刊月間マザファカナの仲居人タテオです月刊マザファカナの中居人タ,タテオですあ,であ、空を支える大巨人アトラスについて一言お願いします。<laughs> <laughs> これは。粗品さんでも無理。<laughs> これは。<laughs> これは。<laughs> 何の雑誌、月刊末その、え、大巨人アトラスって追ってるってことは、その、ムーとかの流れムーとかのそういうことムーか、その、ユーマとかを、のやつな、UFO とかのことやんな。空を支える大巨人アトラスについて。で、なんで俺がユーマの有識者やと思ったのどうしたん月刊まさかの仲良しちゃってことでも、こういう脈絡のない質問が来るってことや来るってことだねこれにも対応せなかっな。 月刊マザー。これ多分粗品さんなら、多分その日本放送の記者会見と同じところを見つけて、月刊マザパカとアトラスにとか。あそ<ー>こつびつけて。確かにその。なるほど、ね。あのアトラスと同じようなところあるかもしれません、ね。そっかだ。空を支えている大巨人。とまではいかないですけど、うん、僕らも。 こうやって日本放送を支えられるようなパーソナリティになって柱になっていけたらいいで日本放送という空を支えるようなアトラスになったら大巨人みたいに僕らもなってくつもりで2年も頑張っていきますかはあなるほどこういうことね掴んできたからつかんでなたか分かってきたな分かってきたこういうことではカップスターとこの番組のコラボコーナーに参りましょうリスナーの「 カップスターウェブシーム解説コーナー。はい、<laughs> はい、きました。我々クリーピーナッツ<活>。 ありがとうございます我々クリーピ p y n カップスター誕生45周年スペシャル企画の WebCM に楽曲を活用しました食べたその日から味のとびこにとびこになりましたハッフこの後ですその続きを我々クリ e e p y n が作りましたはいこれ続編なのに全く打速になっていない素晴らしいですもうターミネーター2とこれあっきり言ってこれやターミネーター2とこれだけこしてきてるかもね俺らもう していくよな,していくよな素晴らしいですよ <laughs> そのミュージックビデオは現在公開中です、はい、でこのコーナーではリスナーにカップスターの WebCM を見てもらって、はい、フリティーナッツの楽曲は映像の演出などを深読みして解説を送ってもらおうと思っております、はい、そしてうちのリスナーをね作品を深く理解し楽しむことのできる芸術リクラシー高々な人たちばかりでございますそういったリスナーにこのカップスター WebCM に隠されたメッセージを読み取って広めていただきたいというそういうコーナーになっております、はい、このコーナーね まあ、2月いっぱいで終わっておりましたが、そうなんですよ。これは面白い、うん。非常にアカデミックである。うん。教養の凝縮たらの、そういう塊であると。そういうそういう塊だ。<laughs> <laughs> うちょっと, <laughs> と話題、ひど話題、と。え、教養の塊凝縮した。 そういう塊だとそういう塊そういう塊共有のなんかさあれとかそういうのをそういうのはあれした塊ドンこれアホやなしぁ欲しいな。アカデミックまでは良かったあともワンワードそうアカデミックみたいなもう一カタカナ出てれば賢いまま終われたんけど惜しいねそういうの出しちゃうと思うまほってバレるからいやいや気をつけよ 気をつけよでもそんなことあるんすね復活のコーナう三月いっぱいまで続きますおーありがとうございますこの webcm にはねまだまだいろんなメッセージが込められていると思いますのでじゃあ一つずつ読んでまいりましょうかねどんな解釈がどんな解釈がはい送られてきているのでしょうかラジオネーム旧姓ディスコティック CM 内で白石さんは青斎藤さんは赤遠藤さんはオレンジの服を着用されていますか青 赤オレンジという色はアルメニアの国旗の色と全く同じ配色になります、えー、アルメニアは現在 IT 精神国で PC などのプログラマーになれば国の平均年収の10倍は稼げてしまうそうです、えー、ここから分かることはただ1つアルメニアのプログラマーを目指す未来ある子どもたちにカップスターを食べて勉学に勤しんでほしい <laughs> というメッセージです私もアアルメニアから 7 7 7 5キロ離れた遠い極東である日本の地よりアルメニアの若きリーダーたちを僭越ながら応援させていただきます <laughs> <え>アルメニアのみんなカップスターを食べて頑張ろう <laughs> <laughs> なんで7000何百キロも離れてるとこでやるの <laughs> アルメニアの若い子たちを勇気づけたいんやったら、アルメニアでアルメニアのアイドルを使って、うん、アルメニアのアーティストに曲作らせて、うん、アルメニアで放送放送せな。うんこれ、これウェブ。<laughs> <laughs> いや、まあまあ、やけ <laughs> ど<う>。これウェブ。ある、これウェブ。まあ、ウェブか。ウェブ、アルメニアに届いてる。 そうかすごいなとはならんアルメニア語でやるじゃあ日本語で日本のタレント出ててアルメニアのコーラがウェブで見たとしても僕らもこの国旗みたいに頑張って IT 長者になろうって思うかそうアルメニアのタレントでやらななるほどねそう確かに惜しいね。確かにアルメニアのタレントアルメニアのラッパーアルメニアってどこやねん7 0 0 0離れてますどこやねラジオネームは服部さんせい 今回のカップスターの webcm に、実は R さんが尊敬するアーティストであるグレイの要素が組み込まれています。まず普段黒のパーカーばかり着ている R さんが、はい、珍しくグレーのパーカーを着ています。そうです。これがグレイ要素。その1です。さらに映像の中にはグレイの出身地北海道の名産であるラムジンギスカンヨーヨーと書かれたお店があります。 おそらくヨーヨーというお店はグレーのメンバーの行きつけだと思われます <laughs> 極めつけとして歌詞の中にあるグレーのメンバーであるテル・ヒサシ・ジロー・タクロの名前すべて入っていますええ？え,え例えばタクロ<い>食べたその日からの「タ」晴れた曇り空のク「く」おいおい沸かすフローの老「ロー」お前なタップスターの WebCM に ステルス・イン・ならぬステルス・グレイをかましてくるなんてアルソンさすがえっちょごめんなさいねそれやりだしゃなんでもあるよ食べたその日からのたた曇り空のくくろうのろこれでタクロで残りのひさしとかもその調子やろその調子なんでもできるから文字数多い曲やねんから何ぼでもやりたい放題やからそんなそうかあとヨーヨーね よ、ジンギスカンってだけやろ北海道やろたまたま、な、繋がったのそこはな。そこまではたまたま繋がったなグレーのパーカーまでは。そうだな。で、最後、何しようかなメンバーの名前どうしようかな隠れて、隠れてへんけど、これ文字数多いから、じゃあ、タ、あ、これできるやん。タベタその日のタ。曇り空のクーフローのロあ、これタクローやん。えェあ、おかんまい。なめんなよ、言葉かけるってこと。かけ言葉をなめんな。 R さんのいつもステルスインの調子でこれをラステルスグレーってことです <laughs> 全然違う全然違わ、ね、グレイは好きですけどもね、うんえー、ラジオネームチワワの空振り、はい、皆さんはこの重大さにまだ気づいていないようですねあれ、うん、あれ？あれ <laughs> そう、うん、R さんが着てるパーカーの紐の左の方がちょっとだけ長いことに これは R さんが皆さんにあるメッセージを伝えているのです、うん、たまたまだろなろうという意見を言う人は今すぐラジオを聞いてくださいそれくらいこっちは本気でやってるので<れ>では説明します左が長い、はい、英語にするとロングレフト、はい、そこからカップスターの面みたいな形をしている LGLFT を <laughs> おいおいこ <laughs> らこ <laughs> らボケ LGLFT をすすると <laughs> 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 残るのは英語のワンもう勘のいい方はお気づきですね <laughs> R さんはこのウェブシームを通じて映画「t h e の主人公ジェトリーの大ファン とということを伝えたたかった <laughs> <laughs> ジェトリーの大ファンだということをコに出してまでは言いたくなかった R さんがパーカーの紐を使って皆さんに伝えたってわけです <laughs> R さん見破っちゃってすんません <laughs> 待って待ってどこが重大な事実だねでザザ足してるやん ザーもやらな。ワンだけでやってるんで、これ一番やっぱ貴重いのは、ロングレフトっていう、まず左のパーカー長いで、ロングレフトまではいいわ。まあ、ロングレフトもおかしいけどな。で、カップスターの面みたいな形をしてる、L, G, L, F, T をすすると、文字をすす、これすする必要で、あの面みたいな形してる、L, G, LFT が面みたいって言い出したら何でもあるよじゃあ O も N もそんな形の面あるやろかみ切った後ものとかその巻きついてしまって O みたい E みたいな面もあるわ丸まりかけてるみたいななんでもあるやね面みたいな形って言い出したらうんそうどうしたちょっと続編が荒いですおいおいちょっと佐野ママせっかく復活したら続編荒いぞおい今んとこハッとしてないぞ何も何もハッとしてないちょっと待ってくれおかしいなょ。 なんか前は納得させられた気がするんだけどこれ,これなら大丈夫ですか、えー、ラジオネームソリザンパンマ、うん、僕はこの歌のサビに着目してみました食べたその日から月日流れ今晴れた曇り空沸かすこのフロア食べたその日から沸いたこの力開けた未来のドアじゃなくて蓋それぞれの頭文字を 縦読みすると。お、た、つ、うん、は、は、た、は、あ、じ。となります。うん、一見すると、何のことはわかりませんが。そうね、なんとなく、ぎ。

次に発売されるカップスターの味がわたわた味ということを指し示していますこいつこいつマジでこいつマジでよ次はわたわた味楽しみだなわたわた味醤油みしょとかじゃないからそういう事件じゃないから ね、その食感がってこと。どういうこと。わかる食感が。味じゃない。 わわわたわた味あのわた,わたの味を再現するんじゃないそのまあーあの「ぎ」までは俺は、まあ、1,000、うん、歩譲ってな「ぎ」ギーくわでギー加えてで、ね「うん、次はわた」ぐらいまで来た時に「うんうん、あ次は私が何とかされるで」で文章として成立してたら俺は「あようやったな」って褒めてあげるつもりやって。で出てきたのがわわたわた味、うん、じゃあ, <laughs> じ,ゃあじゃあ別の。 方法のとこいけ、そのレール間違ってたんやから、別の考えが探せよ。またまた、自民以外いけたよね。議員以外の、もっといいやつ。もっといけたはずや。な、わたわた。おい、じゃ、おい、リスナー。やめ、やめる。やめ、やめ。お前らがそんぐらいの。やめるか。やる気やったら。やめようか。これ、やばい。あの。 カップ下に頭下げてやめようかお前ら、<laughs> いいんやで、そのお前らがその程度の、あれやったら、<laughs> おかしいなぁ、うん。できるよな。お前らできるよな。お前できるで俺は知ってんで。先々週まで4つ多いじゃん。キレキレの送ってきて。ちゃかしじゃん。 何、うん、あれ忘れ忘かもうそんなに想像を膨らましてそんなことできるんだっていうその素晴らしい想像力に俺らはさ、感銘を受けてたただからこそ続けようってなったのよそうやねそれがワタワタわたわた味味とか <laughs> そのー L とか G とか L をンみたいなとか <laughs> そのーねっ炊とかね食べたその日から曇りで炊くロうとか,かの無理やりそんなぐらいのこじつけ またわた後の一 <laughs> 行で確かになソリケザンパンマンのわたわたしにいきますか。<laughs> うんうんこの前の人も来週該当者なしとかあるからねあるよ全然その今日は今日はその言ったけど来週マジで誰も選ばんとかあるからあるよそんぐらいのシビアな感じでやってくから以降みんなね引き続きカップスターの WebCM の解説メールをお待ちしておりますってことで受付メールを出るさ CNNOTMAKORONATO ッポン c o m c n o t m a k o r o n o ニッポン .com メールの件名はカップスターでお願いします住所本名電話番号忘れなくお待ちしていますちなみにこの番組の中でもカップスターのラジオ CM が流れていますが その CM にも我々クリーピーナッツが出演していますこちらもチェックしてください c r クリーピーナッツの「オールナイトニッポンゼロ クリーーピナッツのアルシェでですじゃアルサの日本語ラップ紹介コーナーでいきましょう。今日紹介したいのはですねあの GBC というグループなんですよ。でこのグループ僕も全く今も情報集めれてないんですけどなんでこの曲を紹介したいかというと友達にほんま最近紹介されてそれが地元のケンタロウというやつでそいつはジャパレゲと日本語ラップが大好きで。 もう好ききなななややつつ何回もずっと聞き続けるようなやつなんで,すで、うん、そいつからおすすめの曲来たって言ったら大体「ああそれ懐かしいな今,あ<ー>今それそれまたハマってる時期か」みたいな感じやねんけど、まあ、地元友達はなそうでそいつから送られてきたやつえ俺も知らんし聞いたことないしめっちゃいいやん」ってなって「ケンタロウこれ誰に教えてもらったん?」って言ったら。うん 俺のねバスケ部の中学の時のバスケ部の後輩がせいやっていうやつなんですけどそいつも今ラップやっててめっちゃラップうまいでそいつは今大阪堺とかで活動してて結構あのドープなとこで活動しててでそいつがケンタロウに教えたとあなるほどなでて言うたら岸和田の人らで岸和田の人じゃない ?GBC っていうのはラップグループなんですけどレゲエ DJ 的な完全レゲエ DJ の人が一人でそれがえ あのベアービーさんって人で、うん、これちょっと名前表記読み間違えてたもごめんなさいえベアービーさんって人がレゲエのテイストを持ってて、うん、でこの人はどっちかというとまあファイヤーボールチックな、まあ、その洋楽の感じとかもコンビのレゲエの歌い方をできる人、うん、でそれとこう岸和田ではもう結構ヒーロー的な立ち位置になりつつある、うんえー、テンズユニークって人でこの人も レゲエ的な、この人はねがっつりジャパレゲ的な要素を持ってるチェホンさんとかが持ってるようなジャパレゲ感っていうのを持っててかつこのテンゼユニクさんすごいのはレゲエの歌い方もできるしすごいドープなナインティーズなラップの仕方もできる両方使い分けれる人。であとジャムズ・ワンさんっていうこの人も結構ザ ザスケーターって感情ラップをする人で声めっちゃ渋いであと一人かやさんって人でこの人は結構あのねインシストのバシさんにも通じるようなうこう気持ちいいローなボイスで、えー、小気味よくライムしてくる、うん、でそのインの踏み方とかもかなりキャッチーやったりする、うん、でもう一人、えー、これワンローさんっていうものかイチローっていうものか分かんないですけどあの数字の1に、えーえー、LAW で。 ワンでこの人は結構ダミ声で味のあるラップする人でその五人組なんですまあレゲエ DJ 的たちできるのが二人とラップラッパが三人というグループのこの GBC 俺全くノーマークやったんですけど世代的には若めそこもねちょっとわからないですでも多分若いと思うんですけどでこの人たちが兵庫の左用町ってところでキャンプしてあの合宿して制作したアルバムが GBC キャンプ2024左用ってアルバムなんですけどこれ全曲良くてで全曲で え結構いなたいビートにレゲエのテイスト入ってるフック、うん、で全員が渋めのラップっていう感じでめっちゃいいアルバムなの7、うん、曲入りやねんこれちょこのアルバムアップルミュージックとか出てるんでぜひ聴いてほしいんですけどそれの「リアルラブ」っていう最後全員が登場して歌ってる曲を聴いてほしいんですけどこれはねキャッチーでもありつつその5人の何て言うかな地元感あふれる歌詞やったりもしてでこのねジャムズワンさんのバースでかぶせとかガヤを あのクルー全員でやるのよ。<ー>そうそう、それとかもいいんですよ。いいクル、えー、そうそれちょっと一旦、ねえー、聞いてほしいんで。で、えー、じゃあ聞いてもらいましたか。GBC で。 リアル最高賞。まあ、ワンバース、ワンバースメガイこれサービを歌ってる天に行くさんで、うん、これまあ問答ドミューで超気持ちいいじゃないですか。でかやさんのもうこの安定感のラップとで三番目出てくるその、えー、ジャムスワンさんのバースの全員が合流していくの超欲に、ね、超意めちゃのリモジョウ中ってああいう感じとか。ライブだとね<う>めちゃくちゃ盛り上がります、ね。で四番目出てくるベアビーさんのあのー。 ね歌メロの気持ちよさとかもねいいし、うん、最後のワンローさんのこの感じもこのグループね超いい,超い,いあの曲によってねみんないろいろ役割変えたりもしてて超おすすめなんでちょっと G「GBC、えー、キャンプ2020」イン作用ちょっとぜひ、ね、皆さん聴いてみてくださいしかもこの曲ねラジオの音質で聴くのちょうどよさそうなのいいのよ <laughs> おすすめですね